コメントの方で、チャオカーネさんで使われてるこのトイレトレーね、トイレトレーはどこのメーカーのやつですかっていうね、コメントがコメントをいただいてました。なんでね、ちょっとあの、ご説明しようかなと思いまして、今日はそういう動画になります。で、今うちで使ってるトイレトレーがこれになります。これね、どこのメーカーのやつですかって聞かれたんですけど、メーカーは覚えてないんですね、すいません。というのもですね、業者さんのね、商談会が、まあ、年2回あるんですけど、まあ、前動画にもしたことあると思うけど、その時に、ちょっとまとめてね、注文して買ったんですよ。どこのメーカーだったかな、覚えてないけど、多分でもペットショップとか、ホームセンターとかもう置いてあると思います、普通に。うん、なんでまあね、見られてほしいと思われた方は、行かれてみてください。ごめんなさいね。で、これいいのはですね、これすごく今気に入ってます。うん、で、何がいいかというと、こう見ての通りね、めちゃくちゃ薄型です。うん、薄型で、こうネット式になってて、これネット式は絶対なんですよね。うん、昔のやつってこういうのなくって、トイレシートがもうそのまま出てるやつ、うん、あれね、もうね、うちだけかもしれませんけどこうおじくって破るわ何するわでね、大変なんで、もうこの格子型になってるのは絶対うちでは条件なんですけど、それとね、いいのが、これのいいのがね、パーツが少ない。圧倒的にパーツが少ない。どういうことかというと、これね、こう開くだけなんですよ。2枚だけです。うん、2枚だけで、こうしてパタンと閉じる、これだけなんですよ、ね。で、これの何がいいかっていうと、前使ってたのがね、ちょっとこれもうベランダで使ってたからちょっと汚れてるんですけど、一応洗ったんだけどね、これ前使ってたやつです。これパーツが多いんですよ、前のはね。これもネットタイプなんだけど、これだけでも1、2、3、これが別になってるんです。それと、これ壊れちゃってるけど、本当はここにね、ロックする部品がカチャンってね、ついてて、ここにもついてて、うん、そういう細かく部品が分かれてるタイプでした。おそらくちょっと前まではそうだと思うんですけど、これね、まあ、ダメとは言わないんですけど、うちみたいに多頭飼いになっちゃうとね、おしっことかうんちとかがこういうね、隙間にね、詰まっちゃうんですね。汚れが詰まっちゃう、もうこういうところ、ほら結構もう複雑でしょ、うん、こういうところに詰まっちゃうんですよ、汚れがね。で、こう部品がこういっぱい分かれるから、こういうところとかでね、このネットの裏とかね、うん、こういうところによ、汚れがね、詰まりがちでした。
まあ、しょうがないよね、こんだけ部品があって隙間があるんだからしょうがないと思うんですけど、うん、でそれがこれを見つけた時にないわけですよ。もうねこういう余計なカチャカチャとかもないし、ここでパチンと止めるだけで、ここの隙間もないね。前のと比べてもらったら分かるんですけど、この隙間がないわけですよ。でそれだけで汚れが詰まらない、うん、もうこれ絶対やって、もうシートも変えやすいし、あとね洗いやすい、圧倒的に、うん、これさっき洗ったけど、もう分解してこれだけ洗うだけでもこの3つのパーツに分かれるわけです。それぞれ洗わなきゃいけない。でもこれパカンって開けて、ね、上と下だけ洗えばいいみたいな感じで、どこのメーカーだったかも忘れたし、いくらだったかも覚えてないけど、商談会で買ったんでね、だいぶ割引が効いてて、安かったんで、ね、まとめて何枚か買って、そっち大人用もそうだし、今ちびちゃん用たちもこれを使っております。うん、なんでぜひね、使い勝手もいい、掃除もしやすいし、中のシートをガシャガシャされることもないのでね、ペットトレイ、今からね、子犬を迎えられる、もしくはね、買い替えを考えられてる方はね、まあ、普通にペットショップとか、ホームセンターあると思います。もう、うん、グッデーあったもんね、グッデー、うん、グッデーって全国にあるのかなわかんないけど僕がまあよく行くホームセンターですねあると思いますので、ぜひね、探されてみてください。これは本当にね、おすすめです。見たかったでしょ、連れてきましたよ、ミラクル、ヒカルとリトルね、トゥインティーズです。こっちからミラクル、ヒカル、リトルね、うん、ご家族様をね、さトイレトレードと全く関係ないんですけど、ご家族様を募集しておりました。でおかげさまで、それぞれですね、お申し込みをいただきまして、ご家族様決まりました。で、ご見学の日程もね、もうそれぞれ決まってるので、会っていただいてね、会いに来ていただいて、かわいく今目があったその後ね、すなわちお迎えということになると思います。うん、よかったね、みんなよかったね。もうちょっとここで遊びを行こうかね。うん、まあまだね、50日、60日、それからまあ巣立ちはうちは70日前後ぐらいになってきますので、まだまだね、可愛い姿を見せてくれると思いますので、ぜひ動画の方で、トゥインティーズ、お楽しみください。よかったね。うん、ではみんなでデワデワしようか。ということで、いつもご視聴ありがとうございます。ではでは、またお会いしましょう。あ、かわいい。あ、もういいや、かわいいか。ご視聴ありがとうございます。ただいまヨーキーのチャオカーネ、チャンネル登録者数10万人を目指しております。もしよろしければチャンネル登録していただき、他にもたくさんかわいい動画がありますので、ぜひご覧いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。ではでは。はい、来た来た来た。よしよしよし。